はい、どうも皆さんこんにちは、ダンジと申します。今回は SIM カードを紹介していこうと思うんですけど、株式会社ロジックリンクスさんから案件をいただきましたので、がっつり宣伝していこうと思います。私は普段音ゲーの実況動画を投稿しているわけなんですけど、最近スマホの音ゲーアプリめっちゃ配信されてると思いませんか？9月のプロセカ、10月のグルミク、そして11月にはハニープレと、うちの視聴者さんならガルパもやってる人多いですよね。やっぱりこれだけやりたいゲームが増えてくると気にしなくちゃいけないことが出てくるんですよね。それが通信容量。特に学生さんなんか通学中の電車やバスとかでゲームしたり動画見たりする人結構いると思います。で、外でゲームとかめっちゃやったりすると今月の通信量使い切っちゃって、外でゲームできない、動画が見れない、ツイッター見れないと、そんな人もいると思います。で、今回はそんな通信量を気にする方たちを救済できる格安 SIM サービスリンクスメイトというのを紹介していきます。あと、この動画の最後に初期費用が最大1万円引きされるクーポンコードなんかも紹介するので、ぜひ最後までご視聴ください。はい、ではここからは公式サイトと一緒に見ていきましょう。まずリンクスメイトの最大の特徴はカウントフリーオプションですね。これどういうものかというと、対象のゲームやコンテンツ、SNS の通信量カウントが 90% 以上オフになりますよと。そしてデータ通信容量がなくなって低速データ通信状態になっても対象の通信は高速のままご利用可能ということで、ゲームをしたり SNS めっちゃやるって人にとってはこれかなりお得になってくるんですね。で、ここに例も載ってるんですけど、例えば月にゲームで 4.2GB、 動画で 14.4GB、 SNS で 2.7GB 分を使っていたら、それの 90% がカットされるわけなので、ここだと約 19GB もお得になるんですね。こうやって見るとめちゃくちゃでかいですよね。で、仮に外で YouTube とか見すぎちゃって今月の通信量を使いすぎちゃったとしても、対象のアプリならいつも通り高速通信状態で利用可能と、これもなかなか便利ですね。で、このカウントフリーオプション気になる料金なんですけど、これたったの月額500円なんですね。たったワンコインで通信量 90% もカットできてしまうと。料金も結構学生さんにも優しいので、始めやすいのかなと思います。で、もう一つ気になるのはやっぱり対象のアプリですよね。今からざっくり流してはいくんですけど、気になる方は概要欄の方に公式サイトのリンクを貼っておくので、ゆっくり見てみてください。結構有名どころのゲームもたくさんあるので、音ゲーに限らずやってる人も結構多いんじゃないかと思います。やっぱり誰かと対戦したりマルチ機能がついてるゲームって結構通信量食われるイメージあるので、そこら辺も 90% 削減できたらかなりでかいですよね。はい、で、みんな大好きガルッパも入ってますよと。あとモンストもかなりね、人気ゲームなのでやってる人も多いんじゃないかな。で、ここからコンテンツですね。動画配信サービスだったり、あとミラティブなんかも結構流行ってるので、配信やってる人多いのかな。そこら辺も通信量減らせますよと。で、最後 SNS でインスタとツイッターとフェイスブックが対象になってますね。ツイッターなんかバンドリーマー大抵やってるだろって感じなんですけど、タイムラインで流れてくる動画とか外で見ちゃう人も結構いるんじゃないかな。対象アプリはこんな感じですね。で、この対象アプリは今後もどんどん追加予定だそうなので、もしかしたら今流行りのプロセカだったりグルミクだったり追加されるかもしれないですね。この辺の情報は公式ツイッターで確認できるので、気になる方はフォローしてみてはいかがでしょうか。続いてリンクスメイトの料金プランですね。で、これすごいことに全部で99種類もあってめちゃくちゃ細かいんですね。で、通信容量は一番少なくて 100MB から始まって、最大で 1TB も使えるプランもあるんですね。とにかく料金プランが多いので、皆さんの都合に合ったプランが見つけやすいのかなと思います。で、このサイトの一番下に料金シミュレーションってのがあるんですけど、これちょっとやってみましょうか。自分の理想に合わせて選ぶだけで料金を自動で表示してくれるものですね。まず利用する機能は、これは音声通話、SMS、データ通信全部あっていいでしょう。次にデータ通信容量は、今自分が使ってる端末が 9GB のプランなので、ここは 9GB にしておきましょうか。で、最後オプションですね。せっかくなのでさっき紹介したカウントフリーオプションつけておきましょうか。で、すると料金が月々3400円と、
まあ、こんな感じで自動で料金を出してくれるので、気になる方は自分の端末でもチェックしてみてください。あとは端末の販売もされてますね。機種変をそろそろしたいと考えている方や、サブ端末を持っておきたい方などは一緒に購入してみてはいかがでしょうか。他にも Wi-Fi ルーターやタブレットなんかも売ってますね。はい、では最後にここまで見てくださった方限定のクーポンコードの方を紹介していきます。概要欄の方にクーポンコードが記載されていると思うので、そちらをリンクスメイトの申し込み時に利用することで、なんと初期費用が1万円引きにできるので、どんどん使ってみてください。はい、そんなわけで以上がリンクスメイトの紹介となります。スマホでアプリめっちゃ利用する人にとってはかなりお得なサービスになっておりますので、もし興味が湧いた方などは始めてみてはいかがでしょうか。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。